気象レーダーですが雷を伴った雨雲が北西方向から九州北部にかかりました今日の朝強い雨を観測したところがありましたそして雨の予想ですがこのあと梅雨前線に伴う雨雲は少しずつ南に下がっていく見込みですしたがって雨は止んできますが土砂災害には引き続き注意警戒が必要ですこここちらがここ1週間 先週の木曜日6月29日からの雨量ですだいたい6月あるいは7月の1ヶ月の雨量が250ミリということになりますので、えー、この1週間で、えー、1月の2倍以上の雨が降っている地域があります地盤が緩んでいます警戒をお願いします、えー、そして雨は止んで明日木曜日は前線九州の南まで下がって一旦晴れ間が出ます梅雨の晴れ間、えー、気温が上がりますので熱中症には注意が必要ですが 金曜日になるとまた梅雨前線が北上、そして土曜日には九州の北まで上がります。この前線が日曜日、月曜日とえ九州に南下してくる見込みです。えー、ですので、週末にまた大雨の恐れがあります。明日は一旦晴れますが、金曜日から雨が降り始め、土曜日、日曜日を中心に長雨となりそうです。すでに地盤が緩んでいるところがありますので、土砂災害などに厳重な警戒をお願いします。 こちら早期注意情報警報級の可能性です大雨警報が出る可能性ですがこうと書いてあるところが土曜日と日曜日ということになります九州北部警報級の可能性高いこれは80%の確率で大雨の警報が発表される恐れがあるということです現在すでに地盤が緩んでいます金曜日からの大雨でまた 土砂災害が発生するあるいは河川の氾濫、低地の浸水などが発生する恐れがあります。厳重な警戒をお願いします。